今日は特に買うものないと思ったけど、これだけ買っとこうかな、スモーク。ブロッコリーどれがいいかな？あ、これかな？これ。この前さ、カエルの傘さしてたんだよね、雨の日。だからさ、ちょっとカエルの名前札の方がいいかなって思って。これ、買ってあげよう。プレゼントしようと。あとさ、学校の机とかさ、学校の椅子とか手に入れたから、ちょっとそれもね、ブロッコリーにプレゼントしようかなと思います。やっぱりね、小学生に上がるんで、そろそろ。勉強しないといけないんですよ、家でも。なので、家で勉強するための、まあ、お勉強セットをね、まあ、机と椅子と、まあ、お勉強セット。こちらをですね、贈呈したいと思います。とりあえず、スモックは出しに行きますか。まあ、幼稚園通ってるんですけど、今は。スモック、ちょっと足りてないと思うので、替えが必要だと思うので、受け取れ、スモックを。ほら。これ、ひょっとして、スモックじゃない？いいものもらっちゃった。喜んでるわ、めっちゃ。早速着替えちゃおうと。僕に似合うかドキドキするよ。もう絶対似合うよ。なんなら普段から着てるんじゃない？ちょっと待って。ちょっと、似合いすぎない。似合いすぎてるんだけど。待って、笑っちゃうじゃん。タラでもらうのも悪いから、ようやく87ベル渡すよ。俺だと思ってもらってね、ピコ。安いな。あ、別にお金いらないけどさ、めっちゃ似合ってんな。最高すぎるじゃん、ちょっと。で、次のミッションが、学校の机と椅子をプレゼントすると。で、その次に、勉強セットをプレゼントすると。それが私のミッションですね。まあ今は幼稚園通ってるんですけど、学校に通う日がね、来るのでね、小学生に上がる時が来るので、その時用にやっぱりね、お勉強するための机と椅子、そしてお勉強セットは必要だと思うんですよね。お邪魔しまーす。スモック着てる。似合ってんね。いや、マジでスモック似合いすぎじゃない？なになになに？え、なんか漫画読んでない？めっちゃ楽しそうやな。おはよう。朝から君に会えるなんて僕嬉しいな。ピコ。世間話でも。あれ？え？待って。物があげられないだと？ねえねえ、くるみくん、僕が着てるこの服素敵でしょ？いや、めちゃくちゃ似合ってる。うん。うふ、君から譲ってもらったスモックだよ。すっかりお気に入りなんだ。ピコ。かわいい。いや、マジで似合ってるよ。うん。さすが幼稚園児。マジか。せっかくブロッコリーのためにさ、私用意したのに、お勉強セット、お勉強セットじゃないわ、お勉強、なんだっけ。学習机か。これあげる。どれどれ、僕に何をくれるって、ピコ。なんかジミーが目をそらしたんだけど、ジミーが。あ、なんか見たくないや。だって僕にはプレゼントないんでしょみたいな。はい、あげる。まさかジミーの家でね、渡すとはちょっと想像しなかったけど。中に何が入ってるんだろう、ここで開けちゃおうと。大丈夫それ。ジミー的には大丈夫なの？ジミーに傷つかない？これひょっとして学習デスクじゃない？そうだよ。ちゃんとお勉強してね。くるみくん、ありがとうね。こういうの大好きなんだ。僕のこと分かってくれてる。お部屋の模様替え電話して置いてみようっと。早速取り掛からなくちゃ。ピコ。え、帰るの？まさか。お金が俺っていうのも変だけど、2370円。そんなもらっていいんですか？学習デスクってさ、売ってもそれぐらいにはならないよね。もうちょっと安いよね。え、ありがとう。あ、学習デスク置いてくれてる。嬉しい。ありがとう。君のおかげでジンベイ君と仲直りできそうだよ。君にはお礼にこのロンパースをあげるね。ロンパース？そんなもん持ってたの？大したものじゃないけど気に入ってくれると嬉しいな。え、ロンパースってどんなやつ？は？
おい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 、なんだこれちょっと、なんちゅうものを着せとんや。歌ってる場合じゃないよ。え、ちょ、これやばくない？絶対これさ、自分がさ、昔使ってたやつじゃん。わ、絶対よだれとかめっちゃついてるわ。うわー、やばくないこれ。え、てかさ、ブロッコリーらしいプレゼントだね。今日さ、プレゼント渡そうと思ったんだけど、ロンパースさ、これさ、やっぱりブロッコリーの思い出のロンパースだと思うんだよ、私は。だからね、そういうちっちゃい時のね、思い出って大事やから、これはね、返した方がいいと思うんだよ。ちなみに今日はね、学習ポスターをね、用意したんですけど、ちょっとこれ返すわ。ほら。もっとき、自分で。これって、ロンパースじゃないか。え、なんで驚いてんの？さっき自分が開けたやつや。って、なんだか見たことあるような。気のせいかな。忘れとる。いいものもらっちゃった。早速着替えちゃおうと。え、マジで？僕が着たらどうなるのか。え、待って、着るの？え、着てるとこ見せてくれんの？似合いすぎやろ。じゃーん、どうかな？僕がこういうの大好きだってこと。もしかして知ってたの？ピコ。うん、知ってたよ。うん、知ってた。ただでもらうのも悪いから624ベル。ありがとうね。めちゃくちゃ似合ってんな。似合いすぎやろ。釣りジャケットよりそっちの方がいいよ。やばすぎる。掃除してるのかわいいな。じゃあ今日用意したプレゼントは明日あげることにします。まさかロンパースをねくれると思ってなかったからちょっとびっくりしたよね。今日はいいもの持ってきたよ。くるみくん、ようこそ。会いに来てくれて嬉しいな。ピコ、ちょっと待って。鼻水二つある。復活しとるやん。これもらって、ちょっと待って、右にヒゲメガネも見えるんだけど。やばいなぁ。カオスなことになってきた。はい、どうぞ。ちゃんとこれ見て勉強しなさい。中身は何だろう、早速見せてもらうね。これ、ひょっとして学習ポスターじゃない？そうだよ。くるみくん、ありがとうね。こういうの大好きなんだ。よかった。僕のこと分かってくれてる。ちゃんとお部屋のお片付けしてから飾ろうと。ふふ、楽しみだな。ピコ。飾ってくれ。飾って勉強してくれ。で、学習デスクだけあってもな。なんか、椅子ないと、これね、勉強できないよな。立って勉強してるんかな、今。かわいいな。なんかブロッコリーのスマホめっちゃ可愛かったんだけど。え？なんだそのスマホ。めっちゃ可愛いじゃん。見て見て、君が譲ってくれたスモックだよ。めっちゃ似合ってる。この服まるで僕のために作られたみたいに。ぴったりで着心地がいいんだ、ピコ。ちょっと、ちょっとちょっと。